いきますよ。めきゃ終わったな。そんなね、焦って台をね確保するというよりは、何が空いてるか見つつ、その中で自分がね打てる台探しましょう。お願いします。ありがとうございます。お願いします。もう後ろにねそんな人いないんで、一般の入場が始まるまではそんなに飛びついて台取らなくていいと思うんですよ。でちょっとセルフで撮影してるんでね、画角とちょっとブレ等は申し訳ないですけども。嘘でしょ、ちょっと撮っていいですか。いや朝一一発目のビーチで555出てるんですけど、早っ、めちゃめちゃ早いですよ。ちょ頑張ってください、僕まだ台取ってないですからね。急げ、頑張ってください。すげえ早っ、朝一一発目で出るんだ。行くか。まあまあ、あの高設定だった場合はわりかし分かりやすい、判別も割と早めに見切ることができると思うんで、7つの大罪で行きたいと思います。頑張りましょう。出ちゃうウェブチャンネル、 YouTube、 そして世界中の皆様おはようございます。どうも、出ちゃう編集部員のピスタチオ田中でございます。さあ本日はですね、見ます見ますの収録ということで、こちら栃木県のベガスベガス栃木店さんにお邪魔しております。でこのみまみまの簡単な企画説明なんですけども、まとめておりますので、こちらをご覧ください。どうぞ。そうですね、毎月5の月日に編集便が来て、まあやんやんやってますよと。その中で3ヶ月に1回動画にしますよといった回で、第3回目見ます見ます動画パート3回目が私ピスタチオ田中のターンということで、毎月5の月日にですね、出ちゃう編集部員がお邪魔しているような状況で、大体の店内状況っていうのはしっかりまとめを見ているので把握していると。でその中で、まあ、結局僕の台の挙動とかも、まあ、もちろん大事なんですけど、一番の大義名分っていうのはこの店内状況をしっかり把握するっていうことを、まあ、テーマにしてますんで、そこは怠らずに頑張っていきたいと思います。それでは早速本編に移りたいと思います。いきますよ、皆さんも一緒に、せーの、見ます見ます。よし、それじゃあみんな大好き7つの大罪打っていきましょう。いやー、ここでのレイアップ結構大事よ、何気に。まあそんなうまくはいかず、最近ね7つの大罪打ったんですよ。あ、こんなおもろい台があったかと私思いまして、いつか動画で打ちたいなと思ってたところ、2台設置のホールさんですし、ここねベガスベガス栃木店さん2台設置ですし、まあ、1台空いてたのでとりあえず取りましたといった感じです。音でけえな。でこの7つの大罪どういったゲーム性かといいますと、まずは、今ハテナハテナハテナになってるんですけど、ここのポイントをゼロにすると周期抽選が受けれると。で基本的にそこからはチャンスゾーンにつながって、チャンスゾーンからボーナスにつなげていくシステムです。この台の一番面白いところはガチのレバーオン、ガチレバーオン、これが一番ね、自分の己の引きで己力で戦況がガラッと変わるような機種なので、そこがね僕には刺さりました。積み図柄行ったんで、あれ大罪ルールといった、これで減算終わりました。250減らし終わりました。はい、行きましょうか。で今どのマスが選ばれるかによってチャンスゾーンの期待度が変わってくると。本来ならばこの貝のやつを消してくれるストックがあるんですけど、それは今回ゲットできず。あ、一番下ですね。まあこれはね、言います、無理ゲーです。この演出からねチャンスゾーンにつながったことないっす。はい、さあ2周期目250になりましたよね。250、これを減らしきるよと。で
ね、まあ、50ゲーム刻みでいかにホークのストックを持ってこれるか。でホークのストックを持ってくるとさっきのマスがいっぱいあったじゃないですか、下位のマスから消えていきます。3まで続いた。あーブランクナビがあるんで若干弱い。よし、いった。これでアイコンゲットしたので一番下の演出はなくなったと。さあ最後の煽りでアイコンゲットできるかどうか。ダメか。で今回はですね1個持ってるんで、一番下が消えた。さあどうでしょう。こっちのねストーリー系が来てくれるとありがたいんですけどね。あ一番下これもねマジ無理です。正直に言います、無理ゲーでござんす。20機目もダメと。オーケー、3つ目です。あで、滞在ルーレットなんですけど、一応もう下位3つがない状態です。かなりチャンス。さあどれいくか。でこの3つに関しては選ばれた時点で結構チャンスにつながります。でもちろんこの紫のアイコンの方が強いと。うわここでレア食いたい。チャンス目 B。 でこっからでここから前兆を介してチャンスゾーンがあるかどうかのジャッジに入ります。要はこのキングが演出を成功させるとチャンスゾーンと。それの前兆です。で割と煽りが強め、メリハリが効いてると言いましょうか、うん、チャンス、まあ、後期だったりがポコポコ来たりとか演出的にはかなり分かりやすいです。どうしたの？さあどうでしょう。 OK OK です。ディアンヌをデートに誘って OK もらったんでこれでチャンスゾーンです。いきましょう。でバトンホークチャンス、これがメインとなるチャンスゾーンです。15ゲーム間でこのパーセンテージをどん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 上げていけと。でトータル的な成功期待度が 45% あります。とりあえずリプレイをどん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 引いていけ、レアアイク引いてくださいねと。終わった。これはねきつい。 10% はきつい。 OK、 まあ、今プッシュばっかりですけど連打演出とかもあるんで。さあここからです。で今回は 15% でキュイルよと。さあどうでしょうか。いきます。はい、15% はそんな簡単にものできん。 15% ものにできるんだったら抽選233番引かん。よし、さあこれでチャンスゾーンは確定したんですが、411ゲームもう30本使うよ。さあ行きましょう。そろそろ刺しましょう。何度目、4度目の チャンスゾーンどころの騒ぎじゃなかった。423ゲーム、今日初の、ようやく今日初の投資25本。これかなりレアケースですね。チャンスゾーンを返さず速攻で、はい、滞在ボーナスです。でここからちょっと音量下げます。でこの滞在ボーナスの詳細なんですけど、今ちょっと薄暗くて申し訳ないんですけど、ここにパネルが3つあります。全部青です。でこの滞在ボーナス消化中30ゲームでこのパネルの色を上げていきます。で最終的にガチ抽選でどのパネルをゲットできるか、
で全部上位の色だったらいいんですけど、青赤青とかだったら真ん中の赤が欲しいわけですから、中ナビが欲しいわけですよね。まあ、ちょっと紹介していきましょう。パネルの色をとりあえず上げていきます。ワンチャン隅揃いはランクアップ確定ですね。いやー1個上がってほしかったけど、まあいいでしょう。さあ消化し終わりました。ちょっと無音で申し訳ないですけども、今赤赤緑です。でこっからどのパネルにが選択されたかによってメインの AT の方につながる確率が変わってきます。赤だと 55%、 緑だと 30% で、どうやって選択するの、このレバーオンで選択します。どのナビが出るか、左2つ、要は3分の2で 55%。 ありがとう。緑やめて。よし、これで赤 55% です。可能性がぐんと上がった。星4つ、いきましょう。よし、さあここからちょっと音量復活します。いきましょう。ジャッジエースめっちゃ手震えてる。やばい、お願いします、これマジで欲しいです。これ入んなかったら、通んなかったらやばい。ゴリゴリに負けてく。はい、頼むぞ。オッケー、チャンスアップも入っていく。はい、頼んます。ここカットインだ、やったか。ボタンプッシュ、タッチもある、タッチでお願い、タッチです、ありがとう。スリ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 ー、やったぜ。おっしゃ、すいません、ちょっと荒ぶっちゃいましたけども、荒ぶっちゃいました。嬉しい、これ嬉しい、最高や。 OK ですね。これメリアダス勝利でメインの AT につながると。さあここからメインの AT です。いきましょう。よし、こっからが楽しい時間よ。イエス。でこのメインの AT の簡単な説明なんですけど、40ゲーム間でバトルを持ってきてくださいと。でそのバトルに勝利するとゲーム数がリセットされて40ゲームからリスタートできるっていうシステムです。いきましょう。で消化中は善悪でバトル抽選を行ってます。メインはこの積み図柄揃いだったり、あとはレア役ですね。今日このオシズンベルとかでも抽選はしてるんですけど、だいぶ薄いで、今昼背景だと思うんですけども、これが夕方背景、夜背景、上がれば上がるほどバトル発生期待度が変わってきます。で10ゲーム消化したんで、ここから背景が変わります。何背景になった。さあどうだ、隅々が逆をして揃えば、もうバトル発展濃厚です。あ、夜背景、ここでバトルを持ってきましょうよと。夜背景が一番上位です。よし、赤いいとこで引く。はい、チャンス目、チャンス目 AB ともに、バトル発展確定です。 100% ナイスです。さあ対戦相手が誰か。おーい、こっからバトルです。いきましょう。エルブラムに勝てば、でこの対戦相手によって何が変わってくるかと、期待によって何が変わってくるかというと、今これマスが出てますよね。このマスの良し悪しが変わってきます。上位の敵ほど攻撃、こっちの有利 なる方ですね。攻撃のマスが多くなったりとか、逆に強い敵だと防御が増えてくるんですよね。そういった感じです。でここガチ抽選です。このレバーオンでどこが選択されるか。まず欲しいのは攻撃です。攻撃、メリオダス先生カモン。よーし、いいよ、ナイスだぞ。はい、次キッコー、キッコー防御、防御はいらない、キッコーの方がまだいい。左2個、ありがとう。よし、
で、拮抗してた場合、第一でどっちが攻撃するかが決まります。メリオダスカモン。で、これで2連続メリオダスが攻撃したんで、コンボが発生しています。で、この攻撃したポイントに応じて、このバトル勝つかどうかのジャッジを行います。拮抗2個欲しいよ。3連続、あー、相手攻撃。さあ、攻撃が真ん中あるんで取りましょう。これは割といいます、ありがとう。ただ中が欲しい。うわー、相手か。弱えな弱えな弱えな。拮抗が欲しいですね。これだと防御はいらない。さあ、でもうジャッジメント、ここの右から中が選択された時点で最終ゲーム、ジャッジゲームに行きます。なんでまだここは拮抗で粘りたい。さあ、どうだ。まあね、ポイントはそんなに稼いでないね。これは弱いです。あー、ダメと。この繰り返しです。え、行ったやん。メリオダス行くやん、すごっ。 OK。 で、この滞在ランクに応じて出てくる報酬が変わってくると。 S を取ると上位のものがもらえる。で、今回はこの休憩中、5ゲームで5ゲーム消化で終わるゾーンですね。で、この間に関してはレア役等で7揃いの抽選を行ってます。バトルに勝利したんで再度 SC に突入すると。で、夕方背景からスタートしてるんで、これは上位のモードにいます今。やばい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 。さあ、夜、最後夜。いやー、まずいぞ。よし、1個上のカットインです。これはもらっときましょう。よし。で、逆押しの積みずぐらはバトル発展濃厚です。さあ、対戦相手誰。さあ、チャンスケロ、うお、行きましょう。ごめんなさい、差し入れいただきました。ありがとうございます。いただきます。パワー出たぜ。で、この対戦相手今ジェリコでできてるんですけど、期待度が最も上の上位の対戦相手です。なんでマスも強いですよね。もう防御がない。で、攻撃の赤より紫の方が強いです。で、この7つの滞在は赤より紫の方が色的には強い色です。さあ、行きましょう。まずは欲しいのは右。拮抗が一番だるい。うわー、メリオダスない。やばいぞ。よし。さあ、攻撃攻撃、オール攻撃だ。じゃあ右をもらいたい。あ、カットイン入ってるんで。よし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 。ああいうメリオダスが激しい動きとかするといいマスがもらえる。さあ、コンボ来た。また攻撃オンリーだ。さあ、右もらいましょう。まあまあまあ、いいでしょういいでしょう。これで3コンボ。まだマスがいい。さあ、拮抗以外。よし、今メリオダスが激しい動きして、え、なおかつ拮抗だったらもうこれは先制です。さあ、仲間が来て、おい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 、やりたい放題や。で、強攻撃扱いです。で、まだジャッジメントが来ない。すごくないですかこれ。いいよいいよ、拮抗でもいい。攻撃、あー、まあまあいいでしょう。もう十分ダメージを与えてる。ちなみにすごいこと起こってますよ皆さん。これマスが 1,2,3,4,5,6,7 個あるんですけど、7個全部ジャッジメントをいかずに埋めた場合は継続濃厚です。なんでもうこれ、ここ以外で継続です。ありがとう。なんで、いやでももう十分よ十分。はい、ボタンプッシュも入る。タッチ場です。俺様にタッチします。 OK。さあ、これでメリオダス勝利で、さあリザルト画面見ましょう。ジェリコを倒してランク A と。惜しかったな、惜しかった、うん、S が欲しかったね。だから本当にね、今いい方に結構転んでくれてるんですけど、この3択のガチレバーがミスっちゃうと結構ね、えらいことになります。また夕方スタート、あー、夕方じゃねえや、昼だ。で、ここ3セット目なんですけど、
3セット目で勝つとボーナス以上がもらえます。なんでここ大事なんですよね。実はちなみにこうやってバトルが1回も持ってこれなくても最後に絶対に一戦はできます。で初セット以外に関してはドレファスの割合がすごいです。一番強い敵。ただ初セットの場合は単発防止のためにドレファスと、もうそのもう一個上の強いキャラが出なくなってます。ただ2セット目以降はまあ8割型ドレファスですだよね。これね勝つしかないです。マジで勝つしかない。割とアイコン強いよ。まあ強敵になるほどもう防御とあったり、まあ、不利なアイコンが増えていくと。いや頼むマジでこれ欲しい。これ抜けなきゃやばい。中まあまあまあいいでしょう。こうよこせ、こうよこせ、頼む。ちなみに強敵であればあるほどこの防御を連続でした場合メリオダスの代名詞であるフルカウンター、要は全てカウンターで返すっていうのも発生率が上がります。なんで防御が連続しても諦めることなかれ。なんでこうなってくるとちょっともう防御が欲しい。攻撃でも全然いい。よし可能性を上げていけ。やべ早っ。もうジャッジメント2つですよ。だから強敵これがあるから怖い。もう左ナビ出すしかない。ぬんめきゃ。耐えた。さあ耐えたんでまだ可能性は出てきた。真ん中いいいい。全然いい全然いい。続けて続けてきて頼む。右カモン。やべえジャッジメントだ。攻撃は2回してるけどもの話。いやーないかー。はい。で3セットで411枚で終了です。悔しい。通したんだけどな。頑張ったんだけどな。はい。でユリッカン切れてるんでまあちょっとどうしようかな、どうするか考えたいと思います。はい。いやすごいいいですね。本当にいいと思いました。花火がもうすでに全臭い。で朝一一発目絆からも五六角で拾えてる。バイオもかなり良さげで、まあ細かいところを見ていったらバラエティからマージャンファイトクラブかが3、5、6確定だったり、まあ、3なんて設定はそんなに使うことはないでしょうから、まあ、ほぼほぼ5、6なんだろうなといったところで、メインのやっぱ絆とか番長は前代塊でドンっていうわけにはいかないですけど、チラホラはしっかり入ってる。で前代系もしっかりあるって考えたらもうすでに強い匂いしかしない。ちなみにこの見ます見ますには見せます見せますっていうプライベートまで見せちゃうっていうコーナーがあるんですけども、えあれっすか、いります？僕のプライベート、まあ、一応ピスタチオのコアなファンもいらっしゃるとは思うので、一応そのミニコーナーを私もやろうかなと。なんで私のプライベート、これです。さあピスタチオ田中のプライベート見せます見せますということで、私の趣味はランニング、ランニングですね。でランニングに至った経緯っていうのが、私出ちゃう入社当時っていうのは、まあ、体重55キロでガリガリだったんですけど、もう1年ぐらいで85キロオーバーってもうバカみたいに増えたんですよ。時速で例えるのは2万枚ぐらい出てるレベルでバンって体重増えたんですよね。なんでやばいなと思いつつも何にもできなくて、ちょっと前に緊急事態宣言があって、その時にちょっとなんか始めたいなといったところでランニングを始めて1年半ぐらい継続してやってるって感じです。
はい、なんで今からちょっと走っていくんですけど、僕走るときにナイキランアプリっていうのをね起動して走りますんで、まあ、それで最終的にどれぐらい走ったかとか、あとはまあ走ってる間にちょっとね喋、りっていこうかなと思います。それでは行ってみましょう。今だいたい2キロぐらい走ったところで10分ちょいぐらいですかね。汗やべえな、汗やばい、気温も上がってきて、これぐらいのね温度で走るのが一番気持ちいいです。はい、はい、5キロ経過、5キロ経過。まず僕がマジで心がけたこと一つあります。距離より時間っす。マジっす、絶対に時間っす。長く走るっていうよりもまずは自分の力量と合わせて、もう長く時間をとりあえず長く歩いてもいいんです。途中歩いてもいいから30分以上、20分で3キロ走るよりは30分で 3.2 キロとか走るだけでいいんです。本当時間に気をつけて走るとこう効果が全然違ってくるんで、まず20分以上体を動かすっていうのを週に何回かやっていくっていうのが大事なので、ぜひやってみてください。でその時走る時、まあ、暇だと思うんで音楽聴くと思うんですよ。僕のおすすめの音楽が教えます。まず1曲目は君のウィンドソング、これ鉄板です。バカバカ走れます、馬より走れます。そしてもう一つ、まあ、ちょっとめちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、まあ、個人的にいいんですよこれ、恋するフォーチュンクッキーがめっちゃ走れますってことで聴きながら行ってきます。さあ走り終わりましたけど、汗やばい、マジで汗やばい。いやでもね、めちゃめちゃ気持ちいいんですよ走り終わった後、マジで。ちょっと待って、一服させて、一服酸素で、なんでやってるかって言われるとまあ最初ダイエットのためだったんですけど、本当今日のタイムがこんな感じなんですよ。10キロで5分44秒平均ぐらいなんで、ねやっぱ徐々に走れていく自分がいて、あのチャリ使ったやろとか思われてもあれなんで、あの平均ペース出しておきます、はい。まあ、徐々に走れていく自分がやっぱ嬉しくて、うん、これね美倒しとかにも通ずるものがあって、比べるのはやっぱこの隣の上手い兄ちゃんじゃなくて昨日の自分なんですよ。昨日の自分より走りたい、昨日の自分より美倒し成功したいっていう気持ちがなんかあれば、このランニングっていうのは絶対続けられるなと思います。で、まあ、やってみたいとかやろうかなと思った方はもうぜひもう今からやりましょう、今からやりましょう。で始めたらねツイッターでぜひください。こちらも全力で応援しますんで一緒に頑張りましょう。それでは実践に戻りたいと思います。ありがとうございました。さあ70パー取りましょう。ありがとうございます。はい、いや、そんなバカな、マジやばない、え、やばない、しかも497なんで、嘘だろマジかよ、マジ、まあこれで500ゲーム、次が500ゲームなんですけど、500ゲーム踏んでるんで、次のこの周期、まあ減算250減らすとエリザベス覚醒に行きます。いや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 、えぐいて、70外すなて。さあちょっとあれにしましょうか、まあある程度ねこの7つの大罪の面白さっていうのは伝わってると思うんで、これで僕ラストにします。はい、エリザベス覚醒もしくは直撃が出てくるんで、この辺りでラストにします。当たりというかね、はい。さあ今日3回目のエリザベス覚醒です。 70% 3度目の正直、いきましょう。いや絶対外れんって、絶対外れん、 70% 3連続はない。よし、男にはやらねばならぬ時がある、今でしょうよ。 20%30%55%、 黄色緑赤、さあ行こうか。頼んます、右でお願いします。アザマウス不発、もう一発アザマウス、
あ、このナビは OK なんだ。知らなかった。もう一丁マウス粘るね。ママママ、マウス粘る。もうレパートリーないよ。はい、ここめちゃめちゃ強いね。さあ55杯の戦いをやりましょう。メンタル、メンタル、ここ強くあれ師匠。めちゃめちゃ強いですね。ここは全部通してる。ここは強いよ。よしよし、じゃあラスト勝負いきましょう。やったりましょう。まくって笑顔で帰ろうぜ。夕方スタート、バトルもらおうときましょうか。いいよ。はい、罪50%でバトル。今日 50% 結構スカってるよ。はい、ここ、あ、カットインがない。いや、ないか、畜生。まあでもあの 55% 割と取ってるんでね、文句は言えない。いいところの 55% 取ってる、 50% 取ってる。よし、もうバッといってみましょうか。バッと押せてない。 OK、 リベンジかましていこうぜ。あ、いいよ、ナイスでござる。うわー、くそ、なかなかやな。いいよ、攻撃、防御か。耐えよう、そろそろ耐えよう。紫攻撃一撃じゃちょっときついっすね。おっと、たまんね。ありがとうだぜ。よし、耐えた。やべえ、バトルが遠いな。え、魔人覚醒いったよ。確率は知らん、ただめちゃめちゃ重かったと思います。まあ分かってたらここ出します。魔人覚醒です。行きましょう。で、魔人バトルに関してはもう勝利期待度がかなり跳ね上がります。要はメリアダスの魔人化バージョンですね。さあ行くぜ。いや、大丈夫大丈夫大丈夫。よし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 、よしよ、やめて。あ、早っ。嘘だろ。え、魔人バトルに関してはもう勝利期待がかなり跳ね上がります。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘ですよね、嘘ですよね。気持ち切り替えよう、気持ち切り替えよう。いいよ、いいよ。
業以外。うわー、マジか。早くね、ジャッジメント。やめて。よし、変えていく。もう一丁右。よー、ナイス。中持ってこい。まあでも大丈夫だと思います。これは大丈夫でしょう。よーし、ナイスですよ。イエス。さあラストバトルです。いきましょう。超えたいよ、ここ。まあ出てくるのはドレファスでしょうけど、高ければ高い壁の方が超えた時気持ちいいもんなって言ってたもん。さあかましましょう、全力で行きます。音声とか大丈夫ですね。行きます。攻撃を望まないのってもう本当ね、ドレファスぐらいだよ。頼む、右。やべえ、攻撃しちゃったよ。なんとか耐えるしかないよ、右。よし、耐えた。左、耐えろ。よし、3連続。やばいことになったぞ、右、頼む、お願い。よし、もう一個、耐えていけ、真ん中、いけ。出た、出た、もう全部出た、出ました。フルカウンターです。素晴らしいです。こういうところをね乗り越え出したらもう止まんないよ、この台は。半端じゃないから。よし、しかも SS 来た。声でか、声でかいわ。よし、何がもらえてますか。ホークタイム以上。キング、あ、そうだ、 SS がキングホークだ。そうだそうだ、 SS キングホークだ。で、このキングホークタイムなんですけど、20ゲーム1セットのボーナスです。それが80パーループ、約80パーループします。めちゃめちゃ強い、あの本気最強の、まあ、特化ゾーン的な立ち位置です。ない、よし、 OK、 これで1ゲーム連確定です。この継続率が約 80% あると、めちゃめちゃ強いです。あ、気づいたらまくってました。気づいたらまくってる。まくったよ、やった、まくった、最高だな。イエス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 、伸ばしていこうぜ。やばい、まずい、やめて、やめてと言っている、やめてください。ちょうど1000枚、1006枚で、キングホークタイム終了です。もう噛み合わん。はい、で7セット目来ました。7セット目来ましたけども、この7セット目を突破すると 50% でホークタイム、今のがキングホークタイム、その下のホークタイムに突入します。リールロックからチャンス目、チャンス目がいい追加だよな。あと1ゲーム遅ければ、マジで引きどころ大事だな、この台。おいっと、勝ちましょう。いや、さっきのドレファスとの戦いやばかったな。
すんごかったね、マジで。よし、もう一個、よし、耐えていく、よし、耐える、やばい、サブイチの神になってる私は。ここ頼む、左でこれ確定ですもん。えぐない、ちょっと引き、やばない、フルカウンターです、半端な、出来すぎくんすぎるだろう。はい、スバラ7セット目です。これがはい、 S になって何がもらえるか、頼む、フォークタイムカモン、赤かセブンボーナス、まあしゃあない、しゃあない、しゃあない、しゃあないでしょう。いや強すぎ、え、ちょっとえぐない、え、覚醒入った、覚醒ピスタチオ入ったね、やばいってこれは、さすがに。そうでしょう、うむうむうむ、さあドレファス君、それでおしまいですね、私の全力をお返ししますよ、ありがとうございます、どうもありがとうございます。引っ越、いやー、ないか、どうだ、全然可能性はありよりのあり、はい、はーい、おーしょ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 ー、ちなみにもう一回防御でフルカウンターっす、ってことはサブ位置でフルカウンターです、ありがとう、先に言ったよね、すごいでしょ、もう今止められないよ田中を、誰も止められない、えぐいて、真面目に。さあ12まで来ました、目指すところはこの12セット目まで、聖騎士バトルで目指すところはこの12がケツです。12のこれを突破すると、まあ似た騎士でいうと物語シリーズセカンドシーズンの後語り的なのに行きます。なんでとりあえずこの12セット突破はもうマストです、マジで決めよう、もうサクッと決めよう、久しぶり、押し切ろう、大丈夫大丈夫大丈夫、よし、中カモン、はあ、噛み合ってないよ、なんか噛み合ってないよ、やべえ、マジか、これはぬるいね、マジでぬるかった、よーし 60% いいよ、オーケー、残り10ゲームでいきました、どちら様、今日まだ勝ってないんじゃないかな、ギーラに、耐えなきゃいけないんだよな、マジで、あ、メリオダス押してます、来ました、この H 今からヘンドリクセンとのバトルに入ります。一生
で、この12セットを超えてからこのヘンドリックセンバトルで完走の2400枚を目指すっていったシステムです。よし行きましょう、最終決戦です。20ゲーム1セットでこのオーラの色に応じて継続理屈を変化させていくという地獄の宴は濡れてOK、 緑まで上がった。でオーラの色は青、緑、赤、紫、上に行けば行くほどチャンスと。頼む、よし、赤まで行った。赤まで行きゃ大丈夫だと思われる、どうなんでしょうか。でこれで継続ジャッジです。バトル、どっちが押すか。メリオダス、ヘンドリクセン、とどめを刺して、はい、技的にはジャック中強ってあるんですけど、これジャックかな中かな、どっちかだと思います。さあヘリ、メリオダスが立てば大丈夫、まあ、赤まで上がってるんで大丈夫でしょう。よし OK、 これで2セット目、はい、まあ立ち上がるでしょう、大丈夫でしょう、継続は確定してると思われます。よし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 、え、大丈夫よ、はい、復活 OK、 ケーン、え、危ねえ危ねえ危ねえ、大丈夫でしょうよ。さて終わっちゃダメ、こんなところで終わっちゃダメ。よしネクストバトル、緑です。ピンチなのかもしれない、相当なピンチを迎えているのかもしれない。いやー、押さんよな、死闘だ、これならいけるでしょう。よしよし、耐えたー耐えたー、うん、まずい、やべえ、これ強攻撃っす、マジここで来るん、赤だよ、頼む、立って、メリオダス様、カモン、いやー、あぶねー、いや大丈夫やろ、頼む、立て立て、よっしゃー、よし、よーし、2402枚と、まあ、ちょっとね、いろいろな兼ね合いでエンディングがね、あ、音とかあるんで、ほぼほぼカットというか飛んだと思うんですけども、ぜひね皆さんもご自身でホールで実際このエンディング見ていただきたいかなと思います。でめちゃめちゃ面白かったです。はい、やっぱスロットは好きな機種で気になってる機種とかでこうね V 字スランプを焼けるっていうのは一番ね気持ちいい瞬間だと思うので、本当に楽しかったです。でお付き合いいただいて本当に皆様ありがとうございました。この後エンディングです、ありがとうございます。やったぜ、いやマジでね楽しかった、相当おもろかったっす、ありがとうございます。まあ結果から早速いきたいと思うんですけども、投資が朝一の天井越えの25本、はい、で46枚貸しなので投資がですね合計で1150枚で、獲得が2783枚でプラスの1633枚っす。もうね、ほんといい一日だった。
楽しいだけの一日だった。まあ前半苦しかったけど、なんかちょこちょこ当たってくれて、で結局ね全部 AT につながりましたからね、メインの AT に。あーもうほんとね、ああなってくると謎の大罪やれるな、楽しいな、そして感想をね目指せるなといった感じで、もう非常にいい一日、充実した一日でした。ありがとうございます。で店内なんですけど、マジで強い、忖度抜きに本当に強かった。まあ撮ってあるんで一旦こちらをご覧ください、どうぞ。まずは花火のコーナーから、いや凄まじいですね。はい、126分の1でしっかりプラス、外れが2回出てます。で隣158分の1でプラス行き、102分の1でもうこれ何千枚出てるのって話ですよ。でここもギリギリですけどプラス、内容も良いと。で唯一のマイナス台がここなんですけど、外れ3回出てます3回っすよ。でここもボーナスの画面になっちゃった。プラス159分の1でプラスと。で内容はめちゃめちゃいいそうです。はい、で朝一一発目速攻で5、6が確定した絆2ですね。こんな感じで打たれてる方に教えていただいたんですけど、の隣、ここの隣もですね、今何枚プラスぐらいなのかな、2000枚ぐらいプラスなのかな。で666人撃破が出てたんで、まあ6の子も出てると。なんで塊で2台こう並びであったような感じなんだろうなと思います。でちょっと気になったのが、その裏にある背にあるイニシャル D ですね。これね前台プラス域にいるんですよ、4台設置で。はい、ちょっと見てもらいましょう。こうからのこう、割とねやっぱこの台綺麗に出るイメージなので、ちょっとここは後半沈んできつそうですけども。でここで内容はいいって言ってるんで、もしかしたらワンチャンマジで前台系あってもおかしくないかなとは僕は思ってます。でね窓通もかなりいいんですよ。弱茶が今86分の1で、唯一のマイナス台隣がですね、でここ綺麗に3000枚、ここは1000枚ぐらい、700枚ぐらいか。あー右肩上がりに4000枚出てる。ここも3000枚近くまでいってる。ここも1500枚ぐらいプラスの状況で、ここはボーナス後のセリフがかなり強いと。だってこれ多分上はあると思いますといった感じだったんで、マジで窓通もね、うん、マイナス対1台平均様にしたら相当出てるなといった感じです。はい、で何気にこういう細かいところも、花々とかも設置台数多いんですけど、もうめちゃくちゃ綺麗に出てるな。これ129分の1 27の15、でこっちも119分の1で、今下に2箱あるんですけど2箱。いや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 、いやすごいね、もうはちゃめちゃに強い。どこ見てもしっかり設定が振ってあるようなイメージです。でメインで言うと、まあ、もう多分僕に寄せてくれたんだろうなっていう花火、から始まって、窓通がマイナス1台の残りの前台プラス域で、セイヤもはちゃめちゃに出てる、あとイニシャル D で、あとマクロスですね、寝台の6号機のマクロス、花何もしっかり設定使ってある。で絆2も並びで2台、56と6が出てる。リゼロも並びで2台45と6が出てる。なんこれすごいよね、普通にめちゃめちゃ強いと思います。うん、まあ、こんな状況だったんで、またいずれお邪魔したいなっていうのと、まあ、毎月5のつく日に出ちゃう編集部員、軽々来てますんで、ぜひ遊びに来て、まあ、いろいろみんなとワイワイできたらなと思いますんで、来店時チェックして遊びに来てください。それでは最後になりますけども、この動画、まあ、いいと思った方いらっしゃいましたら、ぜひ高評価、あとはコメント、あとはチャンネル登録していただければなと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回第4回目あるのかな、ないのかな、わかりませんけど、みますみますの収録でお会いしましょう。バイバーイ。